谷川和夫9月11日から1954年1月17日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍少将。福岡県出身。測量業、谷川常吉の息子として生まれる。小倉中学校を経て、1921年7月、陸軍士官学校を卒業。同年10月、騎兵上位に任官式兵第五連隊付けとなる。 1924年10月、騎兵中尉に昇進し、1926年2月、陛下を航空兵に転加し、航空兵中尉に任官。1929年11月、陸軍大学校を卒業した。1930年12月、下静陸軍飛行学校教官に就任。1931年12月、参謀本部付勤務となり、参謀本部員。 陸軍省軍務局会員、ソ連ポーランド駐在、参謀本部員を務め、1936年8月、航空兵調査に進級。1937年8月、ソ連大使館付部官補佐官に発令され、1938年3月、航空兵中佐に昇進。1939年1月、参謀本部員に転じて帰国。 1940年7月から8月まで、仏院、大麻ーに出張した。同年12月、陸大教官に就任し、1941年3月、陸軍大佐に進んだ。1941年7月、第23軍司令部付けに発令され、日中戦争に出生。同年9月、大本営幕僚部付けとなり、同年11月、 南方軍参謀県連合艦隊参謀に発令され太平洋戦争に出征。1942年4月航空兵団参謀に発令され満州に赴任。同年6月組織改編により第二航空軍参謀に就任。1943年1月第八方面軍参謀に発令されニューブリテントラバウルに赴任。1945年2月 大本営付に発令され帰国。同年3月、大本営陸軍部、参謀県連合艦隊参謀副長に就任し、同月、陸軍少将に進み終戦を迎えた。同年8月、憲兵司令部付となり、同年11月に復員した。ありがとうございます。